だか忙しいみたい。いいの？明日はもう私たち帰っちゃうんだよ。今度いつ会えるか分かんないのに。またねー。喉乾いちゃった。あ、じゃあ何かもらってきてあげるね。うん。 Your favorite vegetable。 I'm gonna go with beef, Chuck。そういえば、もうずいぶん先輩のバイオリン聞いてないな。坊ちゃま、刑事坊ちゃま、兵隊鉢様からお電話でございます。どういうつもりなの？私に何の相談もなくレコーディングを勝手にやめちゃうなんて。やっぱりやりたくないんです。つまらないんです。そのことはもうお話ししたでしょう。そのことなららら、先生は絶対反対って言ったでしょう。何度も言わせないでください。僕はもうバイオリンはやめるんです。ちょっと待ちなさい。ケイチ坊ちゃま、ヒラギ先輩がバイオリンをやめる？まもなく夢ヶ丘行き電車発車。楽しかったな。まだテスト受けたんじゃねえな。おい、ジュン、なんで俺がお前の荷物持たなきゃなんねんだよ。マイメロの
の紅茶の葉っぱがいつの間にか全部ひじきになっていますように。ヒイラギ様は何をお願いしたの？ドミンを一生独り占めにできますようにって。ギュルワー、ヒイラギ様、ドミンだけヒイラギ様だけのものですっての。なんじゃってな、あんなヒイラギ様に。ちぼっちゃま、なんだ。夢が丘に戻られたはずの純坊ちゃまがヘリでこちらに向かっているとの連絡を受けましたが、撃ち落とせ。乗せてくださってありがとうございました。いいってことよ、お嬢ちゃん。知らない、ずっと長い時間ヒイラギのこといろいろ悩んで頑張ってきたんだ。だからそんな簡単に言うんじゃねえ。かけるよ。お、おお、どうした、セバスタン。別荘からケイジ様のお誕生日用花火がこちらへ発射されました。俺の誕生日用花火で撃ち落とせ。間に合いません。だったら避けろ。もういい。凄まじく仲悪いね。ジュン様、皆さんご無事ですね。あ、おー、あそこにもう一人。はーい、毎度あり。クロミちゃん、開け。
夢の扉。先生は消えた。